Windows ライブメール2012のメールバックアップのやり方です。詳細はブログ記事に書いてますが、要望が多かったので、サクッと作業手順を動画にしてみました。ファイルから電子メールのエクスポート、さらに電子メールメッセージの順にクリック。するとエクスポート画面が表示されるので、Microsoft Windows ライブメールを選択して下の次へをクリックです。参照をクリックして保存場所を選択します。この例では USB ドライブにしています。そして、必ず、空のフォルダを選択します。もしくは、新規フォルダで作成します。この例では、テスト001で作成しました。保存場所に問題なければ、次へをクリック。メールの全体を全部をバックアップするか、単一のフォルダかを選択する画面です。この例では、全体にしてます。下の次へをクリック。すぐに、作業が始まるので待ちます。終わったら、下の終了をクリックです。これで、メールデータはバックアップできています。正常にバックアップできてるか、USB ドライブを確認します。アドレスが表示されるので、モザイクにしてますが、この画面で、正常に完了しているのが、確認できました。